本日の宿はこちら、オーディグリーンの。よいしょー、やっぱ世界が違うね。よいしょー言っちゃったじゃん。違うね。いや今日もやっちゃってますね。エチゴラーメン石。この前、ね、帰りに寄ったらめちゃくちゃ美味しかった、ね、びっくりしたね。なんかテイクアウト、うん、なんかお持ち帰りみたいなのができるみたいなんで、うんうんうん、これちょっと買って夜食べましょうよ。いいです、うん、そして買い出しは隣のコメリと野口さんというスーパーがくっついている場所で買い物していきたいと思います。はい、ね、湯沢で降りてここで買い物していくとすごい調子いいんだよね。調子いいね。買い出しも全て終わって今、はい、松の山温泉スノーパークに向かっているんですけど、はい、雪もねようやく止んできて、うんうん、すごいいい天気でもないけど、一応雪が止んできたから設営にはすごく楽にできそうですね。そうですね。今あの松の山温泉スノーパークさんから電話かかってきて、うん、めちゃくちゃ降ってるらしいですね。もうめちゃくちゃ降ってるけど、ね、今日のテントは何でしたっけ。今日ブルーシートです。直進です。また白です。来ましたね。サクサクってチェックインしないと登れないぞ。そうですね。行きましょう。はい。いやーめちゃくちゃ降ってきたね。はい、よいしょ。ギリギリだね。これ登れるかな。でも雪降ったら食うんじゃないか。あ、逆に、うん？こんぐらいだったら。そう。いやーすごい。ここに泊まってる人はいるのかな。パウダーだね、だいぶ、うんうん、今日は頑張れ頑張れ、いけるかいけるか。あ、でも割と道があるから、いけるいける。遊ぶね遊ぶね。後ろから急に行ったら今日まだ行くでしょ。行くよ。どんな感じ。あ、滑ってます。滑っております。おおお、ダメだね。チェーンつけるか。
めっちゃグズグズになってる。いや全然登んなかったですね。チェーンつけてもいけんのかなこれ。チェーンつけていけるかな。おとなしく下に止める。でもいいよ。おとなしく下に止めます。今日来てくれるって。あー来てくれるって言ってたよ。あそこまでは、うん、簡単につけるって言うんだったら。どうしてなんだ。予行演習もしてないからね。ここで絡まってんじゃない。チェーンが下に来ないとダメです。黄色はどこでもいいのよ。よいしょ。 OK OK OK。 ちょっと登ってくるわ。 OK。 サクッと。ついでにあの地固めしといてくれるか。こっちがちょっとあの地固めしといてくれる。イニシャル D の音楽流してくれ。いいんじゃないですか。 Go 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 Go。ゴー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 。いいぞ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 。えい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 。みっちゃんいきますか。よし。後ろから僕見とるんで、なもうやばそうだったらすぐに戻って、後で荷物みんな運ぶんで、ビールと日本車運ぶんで。やめときましょう。やめときましょう。おとなしくそこで寝ときましょう。せーの、よいしょ。よし。ほらほら、そのまま。よし。行くぞ、はい。ここまで来れますか。はい、あ、ありがとうございます。あ、じゃあ、もう。完璧完璧します。一仕事終わったかのような。こっからなのに。でも寒くないですよね、そんなに。うん、確かに今マイナス1度だね。余裕だね。ビッチャーどうしたんですか。なんか足びしょびしょじゃないですか。あれがあって、いろいろあって。もうどうしたんですかそれ。いろいろあって。来た。あーすいません、ありがとうございます。じゃあ僕あのレストランの方で一杯やってるんで。もう閉まってる。じゃあ除雪までやっとけばいいかな。除雪テントまで立てたら呼んでください。我々行ってますか上で。うん、ちょっと準備してますね。あ、はい、お願いします。しゃ、話が違うじゃないですか。よろしくお願いします。すごいね。ねえ。一応やむ予定ではあるんだよね。何が？六時頃よ。あ、ん？九時頃。九時？うん。夜の。そう。雨雲レーダーを見ると。それじゃあ。乾杯しますか。乾杯しますか。乾杯しますか。もう。咲いてんな。まだテントも立てない。テントの手の字もないのに。そして現在時刻5時5分。いやいいですね。ありがとうございます。じゃあとりあえず着いたということで無事風に総括して、キャンパイ。ここをキャンプ地としますか。この外苑を囲むように
多分僕らすぐ終わるんで、終わったら手伝いますよ。はい。ガソリン。すごい、ちょっとでこんなに積もっちゃってる。本日の宿はこちら、オーディグリーンのサイズは 5.4×5.4× です。ちょっとステルス張りで貼っていきたいと思います。よし。でかいね。でかいね。いいじゃん、快適じゃん。楽しみですね、これは。で、1本はあれ、はい、うん、1本入るから、うん、もう下でね、ちょっと止めてもいいよ。こういう感じにしようか。ここクロスさせていくか。こんな感じで、はい、聞いて。白、これで買ってみ。いいね、いいね。聞いてる？聞いてるね。こんな感じで止めていきます。はい。ちょっと2メートルぐらいの高さ、2メートルもっとあるか。高めにして。うん、これだと、突き破っちゃう可能性があるから、ひまとくんちょっと、おパンティーを。いいっすか。なんせただの物干し竿だからね、これ。シルクのおパンティーを。本日の宿が完成ですね。広い。広いぞ。中はこんな感じになってて、ひまとくんがさっき立ててくれた洗濯バサミじゃなくて物干し竿洗濯バサミ付きの物干し竿でアンポールテント風にしてステルス張りを実現しています。で、ゴールゼロがかけてあるんですけど、この LED ランタンですね、かけられないからちょうどくっついてた洗濯バサミで代用して今くっつけてあります。ちょうどいいね。で、ここには鹿の角で作ったランタンハンガーもかけて、なんか雰囲気を出そうと頑張っています。で、両端にはコット、いつも足を入れて長めにしてるんですけど、今日はもう高さを出しちゃうとこっちに移動しなくちゃいけなくなっちゃうから、低くしてなるべく両端に寄せて、広く使えるようにしてみました。奥に入ってみるとこんな感じで、荷物は一番奥にまとめて、で、スペースが狭かったんでスコップで高さを出しました。ポールの代わりですね。これがあるからかなり頭も広くなってるんで、まあ一応ポールも持ってきてたんですけど、なんかスコップあったんで使って、スコップでポールの代わりでやってます。そしてここが本日の宴会場ですね。雪がもう少し弱まったら焚き火して外でやっていきたいと思うんですけど、ひとまずこんな感じで設営が終わりました。快適だね。ねえ、もうテントだよねこれ。ただこのステルス張りは閉めることができないので、オープンスタイルで本日は寝ていきたいと思います。ベンチレーションがないから、うん、そっちの入り口で換気しながらやりましょう。うん、
ちなみにこうやって折ると付属のクッカーと、あとはケトルがすっぽり入るんで、ね、すごいよね。すげえ考えられてるね。ストームクッカーっていうぐらいだから、風が吹いてても基本的に料理ができるんだよね。お湯もすごい早く沸く。すごいいいです。じゃあやっていきましょう。やりましょう。の塩で、ああそれです。いやー焚き火したかったな。思いのほかね、雪が降るね。わかんないね、山だもんね。山の天気は。そうだね。だいぶ山だった、ね。意識低い系焼肉屋さんみたいに煙たいんだけど。天気で自分がない。めちゃくちゃ煙たいけど美味しい焼肉屋さんみたいになってるぜ。これはいい匂いつくよ。いや楽しいね。楽しい。OK。 いいよ。いいね。高いね。ストームクッカーの熱が中に充満して体がほてってる間に、やりましょうやりましょうやりましょう。湯冷めしちゃいますよ。湯冷めしちゃう。湯冷めっていうのこれ。じゃあ、お疲れ様です。めちゃくちゃ疲れたね。もう濃いなこれ。うん、うまい。うちの段これしかない。火が消えるとめちゃくちゃ寒い。そしてこれがまたついたら、この狭い狭い空間が意識低い系焼肉屋さんになる。そして温まる。うん、いや超最高だこれ。ね、楽しいね。うん、いいな。いいな。粗挽きウインナー。短いね。何？やめてくださいよ。かわいいね。やめてくださいよ。できたっぽい。そうだろう。一本どこにする？うん。うん、グッドです。出た出た出た、グッドです。ちょいちょい帰国子女出ちゃう。うまそうだね。越前のホルモン屋さん。ホルモンだろ。まあ、ハラミもホルモンの部類に入るんじゃない。あ、そうなんですか。合格マンだ。うん、あ、そうなんだ。湯気が全部こっちにいい感じに、ね、あそこを登ってきてこっちに出ない。そう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 。薄い薄いになる。自然のホルモン。うん、うまい。やってみてくださいよ。いただきます。これ、ね、ずっと持ってるの。うん、ちょ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 、うまい。うま
うまうま。チャンネルを見てくださってる視聴者さんが、うん、いやこの酒本当に美味しいんで飲んでくださいっていうので送っていただいて、うーん、ありがたいです。ありがたいです。ありがとうございます。いや生酒だ。ケンイチの好きな。やりますか。やりましょう。風吹いちゃうよこれ。爆風スランプ。爆風スランプ。って言ったらあれじゃない。生き物係じゃない。わかんない。風が吹いて全然ピンとこないですよね。全然コロだった。すいませんでした。よしよしよし、いや楽しみだ。お疲れ様です。ちょいただきます。特急手術で。少な少なこのくだりも少な少ない。やりたかったこれ。最初いただきます。いただきます。ありがとうございます。うん。すげえ。じゃあ香りある。うまみの広がりがすごいね。うん。まさに風が吹いてますね。うん。走るどっちかっていうと走ってるね、うん、生き物がかりなんていう生優しいもんじゃないですね。生優しい口の中を駆け巡ってる、うんうん、そろそろ閉めますか。1000円でさ買ったんだけど、すごい麺の量すごい、やばいぞこれは。スープ、漬け汁がこうなってるんだ。冷凍されてんだ、ね、これを湯煎というか温めて。すごい、これで1000円なんだ。えチャーシューやば。500円だったんだけどさ、500円でこの量やば。大丈夫、しかもめちゃくちゃうまそう。これも湯煎してみようか。じゃあそうだ、温めて、うん、うわ、いたぞ。火力がすごいんですよ。そうだね、一玉にしとこうか、すごい入ってるね。これで1000円でも納得なのにね。ね、ほんとほんと。この湯気でめちゃくちゃ暖かくなりましたね。めっちゃ暖かくなった。締めるヒット、じゃんけん、じゃんけんぽい。締めるよ。喜んで締める。あたます。よし、みっちゃん沸きましたよ。沸きましたか。お願いします。ここね、チラシ前でしょうか。やっぱりマイナス3度よ。よ、あ、小松だね、マイナス3度。ちょっと、ま、回してもらっていいですか。よし、来た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 。もうちょ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 ハンドルもついて、香りだけで酒飲めるもん、これ。熱っ。みっちゃんからいただきます。うまいんすよこれ、いちご維新さんのねつけ麺。マジですげえうまい。いいっすか、お知らせ言っていいっすか。麺がうまい。麺うまいですよね。麺うまい、優しい。うん、超うまい。シャリすげえチャリした。あ、うまっ。いけないいけない、口までいけない。うん、すごい。え、なにこれ。
場でこのクオリティのラーメンって食べられるのやばい。うまい。チャーシュー食いました？チャーシュー、うん、ラーメンが温めてからあったかいですね。じゃあ最後、味方最高、いただきます。昨夜、うん、寝れましたね。普通に寝れたね。意外といけちゃうもんですね。外もいい天気っぽいですね。うん、もうやめる。もういいですか。無事朝を迎えました。普通に快適に寝れたな。おはようございます。おはようございます。おはようございます。寝れたね。暖かかったね、普通に、うん、ちょっと寒かったけど、うん、あ、妖怪豆引きジジイだ。どうでした昨日は、寝れました？